皆聞け、すでに帝国軍は目前まで迫っている。戦える者は武器を取れ、他の者は急ぎ避難せよ。我らには主の加護がある。恐れることはない、勝利を信じるのだ。準備はできてるか。そうしてくれ。分かってるとは思うけど、今の状況は最悪だ。近隣諸侯から援軍は得てるものの、敵は大軍、どう考えても分が悪い。しかも向こうの大将はエーデルガルトだ。彼女の非凡さを侮るんじゃないよ。あの子もう戻ってきたんだ。まったくせっかちよね。このままじゃ我らが母校は粉みじんに消滅だ。みんな戦闘準備にかかるぞ。急ぎましょう。私たちの手でエーデルガルトの暴走を止めるんです。そうですね、手強い相手ですが、とにかく最善を尽くしましょう。おでは、いつでも準備万端だぞ。主よ、どうか皆さんをお守りください。私も皆さんと一緒に精一杯戦いますわ。先生、クロード君、誰も死なないようにしっかり仕切ってよね。やれやれ、レアさんに話を聞きたかったが、案の定それどころじゃなくなっちまった。レアさんは聖母で何を伝えたかったんだ。赤ん坊だったあんたは何をされた。聞きたいことはまだまだある。紋章や英雄の遺産の本当の由来もそうだ。セイロスやネメシスのことも。彼らの神話はどこまでが本当なんだ。クロード、これ知ったところでなと思うけど、まあな。だよな、こんなに疑問を抱えてちゃ死んでも死にきれないっての。先生、俺たちはこの戦いを生き残れると思うか。まあ最初から諦めてたら運命の神にも愛想を尽かされちまうってもんだよな。俺はこんなところで死ぬ男じゃない。野望があるんだ、どうしても見たい景色があるんだよ。でさ、最近思うんだ、その景色を先生にも見せてやりたいなって。それにフォドラ中の謎が待ってるんだぜ、俺に解き明かされんのな。なあ先生、あんたのことを兄弟って呼んでもいいか。俺にとってあんたは急に距離詰めてきた。仲間とかじゃ足りない気がしてさ、血はつながらずとも心はつながる。そういう絆をあんたと結びたいんだ。俺たちがこの先進む道をたがえて別れるようなことがあったとしても、兄弟の絆があれば再び会える。そう願って俺はあんたをそう呼ぶよ。こっちの答えを聞かずに決定されたな、兄弟。そしたら行きますかね。王国、敵が城郭内に侵入。防衛、この戦いの方針は2つ。大司教殿の指示と防衛線の維持だ。いずれ援軍が来てくれるって話だから、とにかくそれまでは粘ってみようぜ。あなたたちはよく戦ったわ。けれどもう終わりよ。温存していた全兵力を投入しなさい。それにおじさまに合図を。あれは、
もう3回目4回目だからちょっと飛ばすか。3回目か。帝国歴1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも混乱の中姿を消す。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。水風の章、精神の説、再会の夜明け。いつまで眠っておるの？お主に行くと誰かそのす、はあ、立て立て、甘える時間はしまいじゃ。まったく、いつまでも世話が焼け。おい、あんた目が覚めたのか。いつもいつもありがとう、人相の悪い村人よ。大修道院の麓の村さん、無駄に悪人顔だよな。本当、あんたが川から流れてきた時は驚いたよ。川の上流といやガルグマクだろ。マックはすっかり寂れちまった。あんた知らねえのか。もうあそこにはセイロス教団はいねえんだ。あれから5年、根強く住んでる連中もいるにや盗賊が出るようになったって話もある。なあ、あんた大丈夫か。頭でも打ったんじゃねえだろうな。今は1100、本当なら明日は千年祭の日だったが、だけどこの戦争ばかりのご時世、この世の誰だって祝福なんて気持ちにはなれんだろうさ。で、正気か。盗賊が出るって噂があんだぞ。悪いことは言わねえ。大修道院に行くのはやめとけ。おらっと、おい、まったく本気かよ。寝坊が過ぎるな兄弟。待ちくたびれて石になるかと思ったぞ。なあに、とぼけた顔してるんだ。先生が死んだなんて。風格出たな。俺が信じるわけないだろう。ようやく夜明けが訪れるな、俺たちに、そしてこのフォドラに。にしてもあれから5年だぞ。今までどこで何してたんだよ。まさか本当に眠りこけてたとか言うなよ。嘘をついてる顔じゃないな。分かった、信じよう。もともとあんたは普通じゃないんだ。5年くらい眠ってても不思議はないさ。って、そんなわけがあるか。本当のことを言うなら今だぞ。本気かよ。はあ、信じてやるか。まったく。つまりあんたはこう主張するんだな。あの戦い以降のことを何も知らないって。はあ、なら俺が説明してやるしかないか。さーて、
ガルグマクはご覧の通り、帝国に潰されてこの方復興できてない。大修道院は廃墟と化し、町も寂しいもんだ。なんでかはわかるな。ああ、なるほど、その線も出てきたな。実際あんたは寝てたって主張するし、とにかくレアさんは5年前の戦いで忽然と姿を消しちまった。それ以来セイロス騎士団の連中がフォドラ中を探し回ってるはずだが、ここが廃墟のままってことはまだ見つかってないんだろうな。心配か。まあ良くも悪くもあんたはレアさんに目をかけられてたしな。だがレアさんが大司教として再臨するのが果たしていいことなのかどうなのか、いっそこのまま消えてくれた方が。ああいや、危険な話はやめとこう。じゃあ次は各国の情勢だが、その前に腹が減ってこないか。少しだが食い物を持ってきてある。下に降りて飯にしよう。粗末な飯でもあんたと一緒だとうまいな。ところで先生、覚えてんだろ、5年前舞踏会の前夜、千年祭の日に約束したのはイルシュクラッセの奴らとまた集まろうって。今日が約束の日だってのになんで誰も来ないんだ。ああ、それもそうか、まだ日も低いもんな。まあもう少し待ってみるか、誰か一人くらいは来てくれるだろう。先生、ただ待ってるのも退屈だし、腹ごなしに体を動かさないか。5年も眠ってたならなまりきってるだろう、少しは思い出しておかないとな。そんなところさ、ま来ればわかる。おっと、武器を忘れんなよ。あんたの采配と剣の腕、どちらも錆びついてないかしっかり確かめておきたいんでね。寝起きでこれはひどい。ファーガス神聖王国は政変によって新帝国派のコルネリアが王都フェルディアを含む旧王家ブレーダッド領の全てを制圧。王子ディミトリは処断され、旧王国の残存勢力はフラルダリウス家、ゴーティエ家を中心にかろうじて抵抗を続けている。王宮によるコルネリアは帝国の支援を受けて軍を再編、残存勢力の掃討を進めていた。レスター諸侯同盟領ではリーガン家を筆頭とする反帝国派とグロスタール家を筆頭とする新帝国派の諸侯が衝突。分裂の危機に瀕しながらも新盟主クロードの手腕によってかろうじて同盟の体裁を保ち続けている。一方アドラステア帝国では帝都アンバルにおいて皇帝エーデルガルトが体制の強化を推し進めるとともに王国の政変に干渉して勢力を伸長、旧王国諸侯を次々と傘下に組み入れながらフォドラ西部の制圧を進めていた。そんな中でセイロス騎士団は消息を絶った大司教レアを捜索するため各地に離散。崩落したまま放置されたガルグマク大修道院は盗賊の住処と化していた。いたぞ、賊どもだ。あいつら修道院のお宝を持ち逃げしようとしてるらしいぜ。おやおや、侵入者のようですね。私の商品を守りなさい。これからは物入りになる。
族が持ち出したもんは残らず回収する。今から降りたいのにな。まず出してるんだろう。待った。戦場広い。せめてちょっと用意させてほしいよな。ちょっと今回の育ち具合が悪いからやばいかもな。戦場広い。俺はこの人さ。積極的に打って出るか。こいつかな。だいぶまずいな今回。やっぱりな先生ギリね。さてどうするか。どこまで飛べる。攻撃戦かったら飛べるか。でもか倒しすぎるんじゃない。近距離を出てるか。助けてー。噂には聞いていたが、このあれよ、ローレンスと族どもの駆除も貴族の責務か。行くな。約束の日は今日のはずですけど、修道院がこの状態では壁が。あれ、あそこで戦ってるのって先生たち。先生、やっぱり生きてたか。なんて喜んでる場合じゃなさそうだ。ようやく来てくれたか。俺たちの人徳も捨てたもんじゃなかったな。ちょっと多いよなこれ。弓をなんとかしたいけど。早くしてくれ。はいはい、行きますか。弓をこっそり仕掛けていくか。何か。あ、しまった。もう一回置くか。弓のやつらしか範囲出しなかった。落ち着いていきましょう。僕が一緒に手を振るか。戦場を広げに。見つけたな、ここ。倒しすぎるんじゃない。よしよし。そうだよな。戦場に出れば、俺はこのままさ。やろう。こっち見ていきましょう。僕が行くしかありません。戦場を広げに。しばけろ。参ったね。参った。どうするか。はいはい、行きましょう。早くしてくれ。やめ。もう行けるといい。先生、会えたのは嬉しいんですけど、なんでこんなことになってるんですか？クロードのせいです。さすがイグナス。なんとかなったな、先生ボロボロだけど。戦場を広げに。また先生に会えるなんて。あ、今はとにかく、族をやっつけましょう。ありがとうございます。落ち着いていきましょう。いやいやいや、もっとそばってないよ。落ち着いていきましょう。あらま、
僕が一番。はいはい、行きますか。戦場では俺もこの辺さ。ここまでやれちまうとは。聞きたいことはいろいろあるが、今は族対峙が優先だ。貴族の責務だからな。そこ早くしてくれ。先生、生きてたならもっと早く出てこいよ。まあいいや、話は後でゆっくりな。戦ってんなら俺も手伝うぞ。本当に先生なんですか？てっきり死んだものと。まさか先生の亡霊。来るのが遅いっての。早く加勢してくれ。先生もここだよ。使いづらいな。大丈夫かな。ついて早々戦いに巻き込まれるなんて、もっと遅れてくればよかったですよ。
大丈夫。ナイス、いいね。気合入ってんな。ごめん、すげえな。片手なこの飛ばす、飛ばす。久しぶりだな。いい笑顔だな。もう会えねえかと思ってたぞ。解散しますか。わざわざ頂点を渡したけど、どっちかであいつの腹を回収するぞ。こっちに引かせてるんだよな、ちょうど。あれ悪いけど、それやると思ったんですが、向いてませんでしたか。これで片付いたな。いい腹ごなしになったろ。死にかけたわ。ピンゴリ化してきたな。ちょっと先生、どういうことですか。相変わらず派手だな。久しぶりにみんなに会えると思って無理して来てみれば。こっちは長旅で疲れてるってのに、なんだってこんなことになってるんだよ。まあまあ落ち着いて。あんなのと遊んでる暇があったらお茶の準備でもしといてくださいよ。いやいや、あいつら盗賊だぞ。見つけちまったら退治するだろうが。やつら教団がいなくなったのをいいことに、この辺りで好き放題やってたらしいぜ。とりあえず、あの皆さん無事でよかったです。マリアンヌ晴れやかな顔してる、ね、マリアンヌさん。お出は楽しかったぞ。まだ暴り足りねえくれだ。しかし先生、生きていたんだな。あ、いや、そのつもりでここに来たのだが。腕もなまってないみたいだね。
本当安心したよ。とにかくみんな元気そうで何よりだ。場所を移して再会を祝そうじゃないか。さてと、物騒な族も追い払ったし、またここを拠点として利用できそうだな。拠点ってどういうことよ。どうもこうもイグナーツの顔に自信がみなぎっている。レスター諸侯同盟が抑えるのさ。なんせここはフォドラのど真ん中、戦略上の用地だからな。クロード、まさか帝国と戦おうって言うんですか。待ちたまえ、時期尚早ではないのか。同盟は今内紛状態にあるのだぞ。内紛の元凶は新帝国派の筆頭であるお前の親父グロスタール伯だがな。仕方ないだろう。道家の領地は帝国領に近いのだ。帝国に心中の意を示しておかなければすぐに帝国の侵攻を受けることになる。ああ分かってるよ。帝国に対抗する準備が整うまでは新帝国派のままでいいさ。今の内紛状態も帝国の脅威ゆえだろ。それがなくなれば即座に解決する。そこでだ、ここを拠点に兵を挙げて帝国を引っかき回してやろうと思ってね。すげえ面白そうじゃねえか。なるほどね。名手さん、私たちを巻き込むつもりなんでしょう。ん？ああ、うちのじいさんが死んでね、今は俺が正式に名手に就任したんだ。名手がもっと頼りがいのあるものならば同盟も分裂はしなかっただろうにな。好きに言っとけ。それよりみんな協力してくれるのか。私は構わないよ。帝国の連中に同盟領の土は踏ませない。村のみんなまで戦火に巻き込まれたらたまったもんじゃないからね。おでも戦うぞ。妹を守らなきゃならねえからな。私も帝国の干渉を受けるのは耐えられませんから。コーデリア家はかつて帝国の内乱に巻き込まれて散々な目にあったからな。僕も戦います。自分の未来に責任を持ちたいから。私ももう逃げたくない。役に立てる自信はありませんけど。賭けがなくなってるマリアナから。マリアナさん、やれますよ。イグナッツが自信に溢れている。ローレンツ君はどうするの。怖いお父さんのとこ帰らなくていいの。クロードの策など信ずるに足りない。何か自信をつけることがあったんだな。ここにとどまる。同盟の状況を悪化させないためにしっかりとクロードを監視しておくべきだ。それぞれ守りたいもんは違うだろうが、戦うべき相手は同じはずだ。何もしなければいずれ帝国に潰される。その前に俺たちが奴らを潰してやろうな。あんたも手を貸してくれるよな。頼むぜ先生。レアさんを探すにしても俺たちと一緒の方が有利なはずだろ。先生がいれば教団も味方してくれる。そうすりゃ俺たちが帝国と戦う大義も立つ。何より強大な帝国軍と対等に戦うにはあんたの知恵と力が不可欠なんだ。あんたがいないと俺の計画は水の泡。ぜひ前向きにご検討願いたいね。面と向かってそういうこと言う？よく丸出しじゃない。それはそうと、ここ散らかりすぎ。こんなボロボロじゃ拠点にはできないわよ。でも修繕するとなると大変そう。誰か手伝ってくれる人いないかな。やはり生きていたか。ほんまにセテスいらんな。お久しぶりですわね。お兄様も私も心配しましたよ。電話ギリ寄ってもいいけど。先生、しっきり出すからな。みんな心配してた。セリル、お前背が伸びたな。騎士団と一緒にレアさんを探してたのか。うん、僕はレア様がいないと自分の居場所がなくなっちゃうから。そんなことは
いや、いずれゆっくり話そう。レアが姿を消して以来5年、我々は総力を挙げてレアを捜索してきた。しかし帝国領に踏み込むわけにもいかず、そろそろ手詰まりになってきてね。本来ならば千年祭が催されるはずの今日、もしや大司教が戻ってくるのではと。残念ながらレアさんが戻った様子はない。まあ、あんたらも期待はしてなかったんだろ。仮に戻れる状態になってたとしても、大修道院がこの荒れようじゃなあ。教団にとっても大事な場所なんですよね。それをこんな崩れたままにしてるなんて。確かに少し放置しすぎたようだ。さすがに何とかしないとな。あ、僕ここをきれいにするよ。このままじゃレア様を迎えられないし。やりましょう。みんなで協力すれば元の美しい修道院を取り戻せますよ。ヒルダはやるんだろうか。職人の手も必要になるな。ガルグマクに戻ってくれそうな職人を当たろう。じゃあ手分けして始めましょう。水風の章、守護の説、野望の名手。ガルグマク大修道院を新たな拠点に定めた同盟軍は、大修道院に帰還したセイロス騎士団の協力を取り付けると、帝国軍に対抗すべく動き出したが、さすがはヒルダだな。大修道院の修繕に騎士団を巻き込むとは。ちょっとクロード君が目くばせするから持ってあげただけでしょ。君たち大修道院の修繕に協力してくれて助かったよ。いいえ、卒業生として当然ですよ。聞けば賊の退治までしてくれたとか。本来我らの仕事なのに申し訳ない。気にしないで結構ですよ。我々は共に帝国に抗う同志なんですから。我々は帝国と相入れないが、同盟は違う。無理に戦わずとも良いのではないか。彼女帝の目的はフォドラ全土の支配と既存の秩序の破壊だと俺は見ています。彼女が同盟の存続を容認するとは思えない。相入れないのは同じなんですよ。で、実は我々はここを拠点として帝国に一泡吹かせたいと思ってましてね。なぜここを拠点に。ガルグマクこそ地理的にも精神的にもフォドラの中心にある場所でしょ。帝国が捨ておいている今のうちに拠点として確保しておきたいんですよ。ただし俺たちが勝手に占拠したんじゃフォドラの人々の心は動かせない。が幸いにして先生が俺たちの元に戻ってきてくれた。レアさんに天帝の剣を託された先生が一緒に戦ってくれるなら名分も立つ。その上騎士団の方々にも会えた。これぞまさに天啓。そうは思いませんか。話は聞かせてもらった。出た、仕切りたがりが。君の意思は。我々だけでは戦力不足だが、同盟の協力を得られるなら大司教は自身の身に何かあれば君に教団の工事を全て託すと言っていた。君が同盟と行動を共にするというのなら我々もそれに従おう。いいクロード、セテスはいい。そういうことでいいか。もちろん、先生と騎士団の方々が一緒ならこれほど心強いことはありませんからね。俺たちの力で彼女帝の物騒な野望を粉々に砕いてやりましょう。
5年後が支援会話が始まった。おい先生、最近ちょっと頑張りすぎてねえか。戦いが続いてるのは仕方ねえけどさ、戦場じゃ誰よりも働いてるだろ。みんなに指示出して自分でも戦って、いつもすげえなとは思ってんだけどよ。戦争が終わってもあちこち走り回ってるみてえだし、そのうちぶっ倒れるんじゃねえかって心配になっちまうんだよな。そうか、自分で大丈夫だと思ってても急に参っちまうことだってあるんだぞ。あんまり言いたくねえけどよ、先生は便利に使われすぎじゃねえのか。クロード君だってそんなことがわかるようになったんか。先生が断らねえからあれもこれもって頼んじまうんだぞ。この前も兵士の前で演説させられてたけど、先生本当はああいうの苦手だろ。戦場で頼られるのは仕方ねえにしても、苦手なことまで頑張ることねえって。何のことだ。ああいつだかの座学のことか。それはだって俺は妹を食わせるために苦手とか言ってる場合じゃなかったから。先生も同じ。そうか、先生もみんなのために苦手なことも頑張ってくれてんのか。おでと同じなら先生のこと止められねえよな。よし、わかった。じゃあ先生のために笑顔だな。おでももっと頑張ることにするぞ。おで、妹のことがすっごく大事だ。でもよ、先生のこともすっごく大事なんだ。大事な人のためなら頑張れる。大事な人が増えたらもっと頑張れる。そう思わねえか。おお、急にそんなことを言われると可愛いやつよ。照れくせえぞこんやろ。こんやろ。まあこの戦争が終わるまで頑張れるだけ頑張ってみるしかねえな。おで、先生がぶっ倒れねえようにやれることは何だってやってやるからよ。大丈夫、おでは鍛え方が違うからな。どこまでだって付き合ってやるぞ。